皆さん、こんにちは。えー、ただいまより、相続税法パーフェクト講座のガイダンス講義を開催、開始させていただきます。えー、担当はですね、税理士で、えー、レック専任講師の高橋和彦と申します。どうぞよろしくお願いいたします。はい、えー、時間の目安はですね、だいたい30分程度、えー、皆さんにご検討いただいております、相続税法の、えー、講座のですね、 要点用紙、の、です、お話をさせていただこうという機会でございます。はい、2020 2022年度もですね、と、私、高橋が担当させていただくこととなりました。 はい、えー。そしてですね、私の方では講義の担当、そして教材の制作、こちらの方ですね、えー、させていただき、えー、もう一人、長、えー、島先生、えー、がですね、問題集の作成や、えー、受講生からのですね、質問の対応、答案検索、えー、などを担当させていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。 はい。では、まずはじめにですね、税理士試験におけるですね、相続税法、こちらの方のですね、えー、をちょっと見ていきたいと思います。はい、税理士試験相続税法の概要ということで、試験問題、えー、こちらは理論、えー、50点、えー、計算50点、えー、こちらのですね、100点という形に、100点満点になっております。 で試験時間は2時間間、は、え、2、ー、合格用推移、えー、については、まあ、国税庁の、えー、ホームページからの、えー、抜粋になりますが下の表になります。 受験者数、と、平成6、第66回、3300、6 3 6人。そしてですね、毎年、受験者数、相続税法の受験者数というのがですね、落ちていて、第70回ですね、令和2年度の、試験の受験者、相続税法については、2499人。 そして合格者。こちらもですね、大体12%前後で推移していたんですけれども、最終、まあ、直近のですね、70回のですね、令和2年、こちらについては10.6%ということでですね、なかなか他の科目に比べるとちょっと合格率低いかなというような形になっております。 はい、えー、よろしいでしょうか。あとは、えっ、ー、と、まあ、注目するところは、平成27年、えー、下のところですね、えー、相続税法の改正ということで、課税ベース拡大、えー、相続税の基礎控除額がですね、まあ、基礎控除が従来の6割に減額。まあ、こちらは、えっ、ー、と、もともと、えー、相続税の基礎控除5000万プラス1000万円かける法定相続人数の数というものが、えー、5000万円が6割の3000万円プラス、えっ、ー、と、1000万円というのが、えっ、ー、と、6割の600万円。 100万円かける法定相続人の数ということでですね、まあ、こちら課税ベースの拡大というような形になりました。 はい。えー、そしてまたですね、えー、と、まあ、まあ、路線化、えー、土地の不動産の評価については、まあ、路線価格で評価することとなりますが、毎年の路線価格の発表というのが、その年の7月1日に発表となりますが、まあ、最近コロナウイルスの、えー、と、まあ、感染、えー、こちらのですね、影響によってですね、だいあの、路線化の方はですね、えー、と横倍、横ばい、まあ、令和2年と令和3年を比べてみると、まあ、横ばい、もしくはですね、えー 多少下がっているところもあるのかなというふうなところになっております。 はい、えー、ではですね、まあ、相続税法ちょっと,、えーとまあ、そのなかなかですね、えー、と試験科目に取り入れていただけない方もいらっしゃると思うんですけれども最終的に、えー、税理士になった際にですね、まあ、仕事という面ではやはり相続税法、えー、相続税のですね申告件数というのが先ほど言った平成27年の税制改正によって基礎控除が6割になったという影響もあってですねえー、とまああのー 都心では、えー、東京都の都心の中ではですね申告件数というのが2倍になるっていうようなところも出てきております。まあ、あの都心部ではですねやはりその基礎控除、えー、その6割に,、えー、にあの基礎控除が下がった関係でそ,うあの、まあ、その基礎控除、えー、のですね とまあ引き下げ前については申告が必要なかった方もえと申告する必要が出てくるということで相続税法の申告のですね依頼を受ける機会というのがまあその従来に比べて多くなっているのではないかなもちろん多くなるというような形になります。 ですから、まあ、法人やですね、個人事業者、こちらのところがですね、従来の2倍になるといったところ、まあ、今回、あの、今、法人で、を、経営されている方が2倍になったりとかですね、自営業の方が2倍になったりとかいうのは、まあ、到底皆さん考えられないようなところで、相続税については2倍になっているということはですね、やはりここはですね、えっ、ー、と、まあ、税理士についてもですね、えっ、ー、と、ビジネスチャンスにつながるのではないかなと。 その点では、やはり相続税法の試験をですね、合格しているということは、まあ相続税法を試験しないでですね、税理士になられた方によりはですね、もちろん相続税法の知識というものは詳しいですから、えっ、ー、と、その点ですね、相続税の申告の依頼を受けるにあたっても、えっ、ー、と、躊躇なくできたりとかですね、して、することができるのかなというふうに思います。またですね、なかなか、えっと、新規で、えっ、ー、と、法人とかですね、えー、まあ、新規で、法人 設立したよとか新たに個人事業者として、えーとまあ、事業を始めるよという方についてもですね、まあ、既存の、えーとまあ、会計事務所とかそういったところがあるとかいうこともありますしなかなかそういった新規で事業をするという方がいらっしゃらないというようなところで、まあ、顧客獲得と税理士になってからの顧客獲得という面でもですねやはり、えー、と相続税の申告あの2倍になったということでですね、まあ、こちらがですね えっと獲得のチャンスが出てくるのかなというような、えー、顧客獲得のチャンスが出てくるのかなと思います。まあ特にですね。えっ、ー、と私も税理士という仕事をしてみて、まあ他のえっ、ー、と税理士の方とのえっ、ー、とまあ話をしたりとか、まあつながりがあるんですけれども、なかなかえっ、ー、と相続税が得意ですよとか、まあ相続税えっ、ー、と熟知してますよという税理士というのはあまりいません。 やはり中心となるのは、まあ、法人税、えっ、ー、と、事業を行っている法人税や、えっ、ー、と、個人事業者ですよね。その方の、えっ、ー、と、ま、基調代行を見て、最終的には法人税の申告、えー、そして、もしくは、えっ、ー、と、所得税の申告に結びつけるということでですね、毎月、えっ、ー、と、毎月、領収書の、えっ、ー、と、やり取りをしたりとかですね、えっ、ー、と、その仕分けをしたりとかいったところが、主な、え仕事としている税理士が、えー、と結構、まあ、割合を占めておりますので、まあ、相続に ついてはですね顧客の中で、えーとまあ、なの亡くなったので依頼を受けたただ、えー、と年に、まあ、1年に1回あるかどうかはというようなところで、えー、と相続税ちょっと不安なんだよなという税理士もいっぱいいるので、まあ、相続税が得意であればですねそのような、えー、得意である税理士だということが分かればですね他の税理士からも、えー、と依頼をですねちょっと外注で受けてくれないかというようなあのチャンスも出てくると。 えとましてやですね、えーとまあ、その個人事業者の方とか会社経営者の方だけにですねが亡くなった時だけに相続税の申告が必要だということではなくて、まあ普段はですねサラリーマンをしていたりとかですねして、まあ、あとは医療費控除をしたことがあるっていう形で税務署に行ってですねえー、と医療控除の申告所得税の申告をしたことがあるんだけれども税理士さんとの付き合いはありませんと言った方についてもですね仕事の依頼を受ける可能性も出てくるのではないかなという いうよううな面で言うと、まあ、ビジネススチャンス今後の税理士家業としてですね、えー、職業として収入を得るということであれば、まあ、相続税法、えー、ときっちりとですね、えーとしこまあ、合格をしてですね、えー、それを仕事に結びつけるといったところもですね、えーとまあ、考えるあのというようなです、ね、選択肢もあるのではないかなというふうに思います。 はいでは、えーと、今度は出題範囲、えー、またちょっと内容の方に入っていきましょう。はいえーも こちらですね、はい、相続税法の取材内容としては、えー、と合格ラインは、まあ、毎年7割程度という形になってまほ、まあ、他の税法と違ってですね、まあ、この問題はちょっと捨ててこちらのところを重点にとかいうことではちょっと7割というところは難しくなりますので、まあ、理論も計算もある程度全部、えー、と触ってですねある程度のところ、まあ、100点満点ではなくて 100%,、まあ100の回答ではなくてもいいのである程度取りこぼしのないようにしない となかなか7割というところにですね達するのは難しいかなという点では他の税法みたいにですね、まあ、ピンポイントでここを集中的にとかそういうことではちょっと合格がなかなかしづらいという点はあるのでまんべんなく一、えー、とおり全て網羅であの学習としてはですね網羅したところで、えーとまあ、試験に臨むという方法しかないのかなといったところはございます。 はい。そして、えっ、ー、と、まあ、理論50点、えっ、ー、と、計算50点ということでですね、まあ、理論については、総合問題1問とか、まあ、総合問題と個別問題というような形に分かれております。で、計算問題は分量が非常に多いという形になりますので、まあ、計算問題もう本当にスピードがえっ、ー、と、要求されるといったところになります。 まあ実際にはですねまあ理論えーと120分の時間2時間ということで120分の時間のうちですね実際には理論50分えーと計算問題70分で解くというイメージかなというような形になります。なかなかえーとそれでもですねボリュームが本当にあるので最後まで到達するっていうようなことですねえちょっと難しいようなところもありますので本当に計算についてはスピード理論についてはある程度えーと整理をしたところで記載をしていくという質問があるかなと思います。 回答していいく質問があるかななううなととううころになりますそのため、まあ、あとは7割勝負というようなところになりますので、まあ、捨てる部分っていうのはですね、ええー、と、まあ、できずですね、ある程度全ての問題から点数を繰り返しになりますが、加算する必要があるのかなというふうに思います。 はいただですね、えー、とこちらの理論問題ですね理論問題については、えー、と丸暗記丸暗記になるとですねなかなか頭の中に入ってきませんし、えー、とまあその覚えようというですね、えー、と威力もそういったところもですね、えー、とまあ考えというかですねそういったところもちょっと,、えー、とまあ少し。 まあ、嫌だな、みたいな形になるので、あ,ある程度ですね、えっ、ー、と、法律のできた趣旨とかですね、そういったところも含めて、えっ、ー、と、まあ、覚えていただいて、あこういうふうな立法趣旨だから、えっ、ー、と、こういうふうな条文に、条件っていうかですね、適用要件になっているのかとか、そういったところも、えー、としっかり覚えていただきたいなというふうに思います。まあ、そういったところを踏まえて覚えていただきたいなというふうに思います。まあ、あの、大体ですね、税制改正、えー 法律があの変わるといったところではですね、二つのところですね。特に相続税法については大きく二つ、えーとその税制改正される分野といったところがですね、基本的に二つに分かります。一つはえーと経済の活性化ですよね。なかなかえーとその経済の活性化、えーとそのお金を使ってもらうとか消費してもらうとか、そういったお金を回すっていったところではですね、やはり相続についてはお金を持っている人がですね、そのまま貯め込むというような なかなか経済、えー、と回ってきませんのでそういった経済の活性化について、えーとまあ、税制改正されるとかですねいったあのケースが多いです。またもう一つの柱としては過度な節税の対策ですよね、まあ。節税ということであればいいんですけども脱税に近いような節税、まあ、これって本来の、えー、と立法趣旨からですねちょっと外れたような、えー、この制度の使い方をしてるんじゃないかといった時にはそこをですねまた取り締まるような 結局そういったところの抜け道、えー、抜け穴みたいなところをですね塞ぐ,塞ぐような、えー、そういった改正があ,のあるのかなといった点では、まあ、あの2つ分けてですねもう一度繰り返しますと経済の活性化もし、えー、または、えー、と過度な節税の対策といったところが、えー、と相続税法の税制改正には特に、えー、とこちらの方が、えー、税制改正される、えー、と内容というような形になっております。 では、そこの例として、例えばどういうものがあるか。相続時生産課税というものが、えっ、ー、と、特例としてあります。 まあこちらについてはどういうことかっていうと、まあ、あの相続、えー、本来は相続した時に相続にまあたい子どもとかいうような考えであのしてもらいたいと思うんですけどもおな親が亡くなって子どもが相続をして初めて子どもの財産になるといったところなんですけども相続時生産課税というのは親が亡くなった時に、えー、と結局、えー、まあその亡くなるまでですね子どもが自由に使えないということになるとやはり 親の世代となると、やはりその高齢な、例えば70歳の親が、例えばこれから、えっ、ー、と、市民で何か使って、えっ、ー、と、お金、どんどんその経済の活性化のためにですね、えっ、ー、と、こう購買意欲もあってとかですね、そんな形でどんどんお金あるんだったら使っていこうなんていうふうに思うかっていうと、そうは思わないですよね。もう、まあ、あとはもう年金で暮らして、あとはそんな、まあ、そんなに、えっ、ー、と、欲しいものもないし、 っていうようよな形でずっとまあ貯金みたいな形で、えー、と貯めていて亡くなって初めて子どもの代に移ると。 言った時に、まあ、あの寿命がですねあの人間の寿命がその何十年か前のようにですね例えば70歳の寿命とかそういうようなことであれば70歳で亡くなった親の財産を40歳ぐらいの子供がですね、えー、とというあの相続を受けるとなると、まあ、40歳ぐらいの子供もあこれからっていうかですねまだそこでもまだちょっと足りないかもしれませんが、えー、とこれから住宅を買おうかとかですね何かそういったところに回そうかといって、まあ、経済の活性化というような形をえーを に結びつけるるようなな形になるかもしれませんそれがもっと高齢化今今例えば、えー、と人生100年時代とか言ってますので例えば100歳まあちょっといまああのー、まあその大げさに言いますと100歳の親が亡くなってそうすると70歳の子供が相続したよともう70歳の子供を相続した時にその70歳の子供が購買意欲が働いてとかそういうふうになるかっていったらならないですよね。 そういうことになるとやはりその今の相続で引き継いだあの方たち相続人もですね高齢、まあ、となるとなかなか経済の活性化という点ではなりませんよと言った時にじゃあ亡くなる前に。 相続時生生産課税というのはなくなる前に、えー、と生前中にに中贈与してただ、生前中に贈与すると贈与税って非常に高いので、その時には、えー、と2500万円まで控除額というのを認めて、それまでは税金、まずはかからないでいいよと。ただし、親が亡くなった時には、もう贈与して亡くなって、そのお金とか亡くなってるんだけれども、それが亡くなったものを足したところで、えーと、相続税の申告してくださいねということで、まあ、先取りにするような制度。ただ最終的に のにには相続財産に加えるので、まあ、亡くなった時と,、えー、と同じようにですね、えー、亡くなった時に初めて相続受けるのと同じような計算になるよということで、まあ、それをあの相続時生産課税というような制度もできています。 じゃあその際にはどうしてそういった方かっていうことができてるかっていうと先ほど言った経済の活性化ですよね70歳の親が例えば子供30歳代の親子供に対してまあき生産課税で増与して子供がじゃあ自宅を受託を買おうとかじゃあ車を買おうとかまあ相続の時には生産されるけれどもある程度先にえともらえばそれって自分今車買いたいんだよなとか何かそういったものにですね えと使ってもらえるとそうすると経済回るんじゃないかなっていうようなところでですねこういった制度ができているとですから、えー、とそういう意味から考えるとその条件ってどうなるか相続時生産課税の条件ってどうなるかっていうと贈与者は原則として60歳以上。 贈与を受ける者者は20歳以上の者こういうふうなものが、えー、と条件として出てくるといった時に、えー、ともうそれを何も考えずにですね相続時生産課税贈与者は60歳以上受贈者は20歳以上ってあの本当に丸暗記何も考えずに覚,覚えるのではなくて、まあ、経済の活性化ということになるともともと相続時生産課税というのは、まあ、高齢の人があの結局相続をして相続人に子供に移るまで結局ずっと ずっと貯金として使わなくなったりとかそういった人の,、えー、のところをですね若い世代に先に贈与しようという趣旨ということは、まあ、贈与者の年齢制限ここをやっぱ60歳以上の高齢の者にしようだからその60歳以上になってるんだよとここがだから40歳以上となってるとかそういったところが60歳となってるっていうのはもうその頃とその頃のあのその 頃から60歳ぐらいからずっと亡くなるまであんまり購買意識とかがないんだろうなというようなところでまず相続時生産課税贈与者は60歳以上という形の経済の活性化をというような形を見込んでいるとそして贈与を受けるもの 仮に未成年者に相続時生産課税だよって言って、例えば18歳の子供に、えー、と贈与したって、子供はそれじゃあ使ってくれるかっていうと未成年なんだから、高額な買い物とかそんなのももちろんしないですよね。ということは、えー、受蔵者、もらう側についても20歳以上としようと。 いうふうな形でそのどういうふうなところを狙って経済の活性化を狙っているかというところもですね含めているとあこの相続時税産課税贈与者については60歳以上。 もらう方の受蔵者についてはあ、20歳以上というふうにしてるって、あなかなかあのちゃんとピンポイントでこういう層が、えーあの、経済の活性化のために使ってもらいたい、この特例を使ってもらいたいんだなというところが分かった上で、増与者60歳以上、受蔵者20歳以上というようなところをあの暗記するとなると、まあ、ちょっとすんなり、えー、すんなりではない方もいらっしゃるかもしれませんが、えーっとまあ 頭の中に入ってくるのかなといったところがあるということも含めてですね、まあ、立法趣旨、こういったところもですね、考えながら、えー その税制あの理論についてはですね覚えていっていただきたいなというふうに思います。まあ、その点については講義の中でもこうこうこういうたえっ、ー、とまあ、過度な節税の対策だよとか、そんでこういうふうになりましたとかいう説明を交えながらのえっ、ー、と授業という講義というような内容を目指していきたいと思っております。はいそしてえっ、ー、とまああとはですねこちらのところ。 はい、えー、小規模タクシの特例というふうになりますが、ここもちょっとだけ説明しますと、えー、特定居住用タクシの特例を受ける際の相続人等の要件、配偶者及び非相続人と同居していた相続人がいない場合、 はい、えー、こちらのところ、えー、まあ、何、何を言ってるかわからない方もいるかもしれませんが、えー、と、平成30年の3月31日以前の相続については、相続開始前3年以内に、事故または事故の配偶者の所有にかかる家屋に居住していたことがないことということでですね、まあ、その、えー、と、その、あの父、父親が亡くなって、父親が、えー、と、一人で住んでいたよと、その時に相続する人がですね、えー、と、持ち家が持っていないよと、 まあそれは事故または,は事故の配偶者という形で、自分もしくはその配偶者の価値が持ち家を持っていない、社宅とかアパートに住んでいる場合については、その条件によっては、小規模タクシーの特例といって、まあ80%減額になるという非常にインパクトの大きいですね。まあ税額については相当減、 えっと、節税ができる、えっ、ー、と、法律っていうのがありました。その条件として、持ち家持ってる相続人だったら、それは持ち家持ってんだから、いくらその亡くなった人が同居する人がいないって言っても、それは特例受けさせませんよと、もう持ち家持ってるんでしょ、というような形。もしくは、えっ、ー、と、相続人の方の配偶者、えっ、ー、と、例えば、えっ、ー、と、その女性、奥様が、えっ、ー、と、持ち家持ってなくても、旦那が持ち家持ってれば、それはもう持ち家持ってるのと一緒でしょ、というような形で、えー、当初はですね、えー、相続会 3年以内に事故または事故の自分または相続人またはその配偶者が持ち家に住んでいないことっていうような形の特例の条件でした。 それが平成30年4月1日以降の相続これは過度な節税への対策ですね。配偶者及び非相続人と同居していた相続人がないことの要件に加え、相続開始前3年以内に日本国内にある取得者、取得者の配偶者、取得者の三親等内の親族、またはその方が家屋に所居住したことがないこととかですね。まあ、こういうような条件が含まれました。じゃあどういうことかっていうと、 えとこれはですねどういう節税スキームを組んだかっていうとその相続に例えば私が長男である長男私は持ち家を持っていますよということになると,えとそういった持ち家を持ってる人についてはえと特例の適用を受けられないというようなことになった時にはて困ったなと,えと事故または事故の配偶者のえと所有する持ち家に住んでいないことっていうことになるとじゃあ逆に私の子供 えっと今まあ学生ですけれども学生にえと相続をさせればそうするとその子供については親が持ってる私が持ってる自宅に住んでまあ結局社宅に住んでるわけでもないしアパートに住んでるわけでもないけれども子供私の子供あの亡くなった方については孫が相続すれば孫だけ見るとどうですか そうすると、学生ですから、もちろん自宅持ってないし、結婚もしてないから、もちろん事故または事故の配偶者の自宅に住んだことがないことっていう形で該当になるということで、孫に遺贈っていうのは遺言を書いてですね、相続させて、それで特例を受けさせるといった事例が、えっ、ー、と、節税が、まあ、あのあ、結構多く発生しました。 まあそういうことを考える者っていうのもいるんだなというようなところになるんですけれどもそうした場合でも孫はもうその持っていないけども親の自宅に所有する自宅に住んでる場合にそれっても、えー、ともと社宅とかアパートに住んでいて持ち家がない人というような形に、えー、と特例として認められるのと一緒に同等でいいのと。 いうのを結局やめめさせるために、えーまあ、ここを取り締まるためにいくら孫であっても孫三神党内の親族孫にとっては親を一神党の親族ですから、えー、が所有する家屋に居住したことがないことということの条件を加えればいくら、えー、と孫が所有していない不動産を所有していなくてもですねここは今言った、えー、と私が持ち家を持っていてその子供、えー、がですね相続をしたとしても一神党の親 父親である私が相続をしてるんだからそこはこの特例の適用外ですよというような形に改正がされていいるととうことになりますそちらは先ほどの経済の活性化と違って過度な節税の対策ととったところその際にまあここで言うですね三親党内の親族って言ったところ普通親族って六親党のことを言うんだよなって言ってもまあ三親党内というような形でなった時に なかなかこれ三神島内に行って覚えられないよなって言った、いう方もいらっしゃると思うんですけど、今の説明から言って、六神島まで広げる必要があるかなって言ったところを考えてください。えと、一神島の大体父親のところで大体、えっと、持ち家のところの条件っていうのが、ここでダメだよっていうできるのが、六神島まで広げて、六神島の方からが住んでるところって、またなんか特殊な事情で、その親のところに住んでるとはまた特殊だよねと。 だから、六神童まで広げる必要がないんじゃないのっていうような形で、この三神童になってたりとかするので、そういうのも考えながら、えー、と、暗記の方をしていくといったことをですね、えー、推奨していきたいなというふうに思います。はい。では、あとはですね、えー、と、こちらの講義の内容ですね、講座の内容をちょっと見ていきましょう。はい。えー、こちらのパーフェクト講座、初、えー、まあ、学者の講座という形になっております。 はい。えっ、ー、と、もしくはですね、一旦相続税法の勉強から、えっ、ー、と、離れている人が勉強しし、直しますよという方が一通りの学習範囲をカバーする講座。こちらがパーフェクト講座になります。はい。えっ、ー、と、テキストはですね、1の1、1の2からですね、4の1、4の2の8冊という形になります。学習内容は民法、相続税計算、贈用税計算、えー、財産評価、特殊論点というような形になっております。 はい、えー。そしてですね。えー、とテキスト1の1。こちらが終わると実力確認テスト。テキスト1の2が終わると実力確認テストということでですね。はい。こちら。えーとまあ、テキスト1の1、えー。こちらについては7回の講義。えー、1の2については6回の講義。まあ、2の1も7回、6回というような形になっております。 そして講義の形式1回の講義については45分かける3コマということになっていまして講義の冒頭に前回の学習の復習ですね復習問題計算ミニテストといったものが含まれる場合もありますはいそして使用教材こちらはテキスト先ほどのテキスト1の1から4の2までですけれども主に計算項目を学習 そして問題集ですね。そして、えっ、ー、と、理論については個別理論集。まあ、テキストの講義をなしながら、個別理論集の内容、こちらの方も見ていくような形になります。そして、えっ、ー、と、ミニテスト、学、まあ、習問題ですね。こちらは、えっ、ー、と、問題集の問題というような形、ここの中からピックアップしてというような形になります。まあ、その他についてはまた直前講義とかそういったところで、月、必要になるかなというふうに思います。 あですから第1回の講義については45分かける3回というのをやって でまあ、次の講義の際には前回の講義のですね復習問題、えー、という形で皆さんに講義の冒頭に、えー、と問題を解いてもらってというのを繰り返して、えー、とその1の11の2というふうに終わったらそれぞれそれごとに、えー、と実力確認テストというのをまあ行ってですね、まあ、その理解をしているかどうかというところをですね、えー、とちょっと、えー、まあ測っていくような形になります。 まあ、相続税の学習、えっ、ー、と、ちょっと民法、民法の相続というところもあるので、なかなかその、えっ、ー、と、民法も、のことも、ちょっと、えー、民法で規定されていることも含め、覚えていかなければいけないので、ちょっと、えっ、ー、と、ボリュームとして、もしくはとっつきにくいかな、といったところもありますので、まあ、全体像として、なかなかちょっと、えっ、ー、と、つかみにくい、見えにくいと。この分野についてというような形じゃなくて、最終的には相続税の申告書、まあ、相続税、各人の相続税という形の、 の流れということになりますので、まあ、この項目についてあ全部終わったから、まあ、この項目はこの項目で置いといて次の項目は次の項目ねという形じゃなくて全部に、えー、とその必要になるっていうかですね、えー、とその全部が全て終わってというような形なのでまず、あ、ここの分裂としては、えー、と全体像が見づらいかなと思うので、まあ、一通り勉強をしてですねやっと全体像が見えてくるっていうような形なのでちょっと我慢が必要なのかなと。 もう途中でですねちょっとまあ分からないからこのままもうやめたというような形も方もおあの出てくるかもしれませんけれどもそこはちょっと我慢をしてですねえっ、ー、としっかりとですね全体像を見極めるとああの最終的にはこうあこういう今,今までやってたこういう項目っていうのはこのためだったんだなみたいな形でえっ、ー、と全体がはっきりと見えてくるような形になりますので、まあ、最初のうちはちょっと我慢が必要かなといったところはありますがえっ、ー、とまああのー 最終的には、えー、と顧客獲得というかですね税理士になった時のためも含めてちょっと相続税法については、えーとまあ、試験の方をですね学習の方をした方がいいかなというのは私の個人的な考えです。まあそうだあのそれとは違ってですねまあ私には違う考えがあるという方についてはまあそのような考えで構わないと思うんですけど今ニーズとして税理士のニーズを求められるところとしては相続税、えー、法にですねこちらについては、えー、と非常にえ にえっとこちらの方ですね、はい、あのビジネスチャンスっていうかですね、そういったところもあるのではないかなというふうに思います。はい、ちょっとえっとまず、あ、あのー。 テキストのですね講座の内容というのがあまりその詳しく内容、えー、あの説明にはなっておりませんが、まあ、他のですね、えー、と法人税法とかも含めたところでのパケフェト公座、同じような内容になっておりますのと思いますのでその点は、えー、そちらの方も参考にしながら、えー、と皆さん、えー、相続税法、えーとえー、こちらの方ですね、えーまあ、どうするかというところをですね検討していただければなというふうに思います。 はい。それではこれで一通り説明の方をさせていただきましたので、えっ、ー、と、以上で、えっ、ー、と、本日の講義終了とさせていただきたいと思います。えー、皆さん、ありがとうございました。